内官僚とは、鎌倉幕府の執権法上氏の宗家である徳宗家の執事で、徳宗悲観であるおうち人の筆頭である。おうち頭人とも言う。徳宗の家政を司る長の意味であり、幕府の役職名ではない。現任元年に三大執権、法上康時が、利党加月綱を華麗に任じたのが前身であるとされる。徳宗家の執事を内官僚と呼ぶ例は、 八代執権法上、自衆、九代、法上定時時代の平頼綱から見られる。頼綱は、自衆の死後に、おうち人の勢力が強まると共に対頭し、公安の改革をめぐって、有力御家人の足立安森と対立し、公安八年の下月騒動において、安森らを滅ぼし、それまでの御家人の合議による、幕政運営を、貞時を頂点とする。 特捜先生体制へと転換させた。御家人の一人である北条家の家臣に過ぎないため、当初は格の低い扱いであったが、下月総道以降は、実験上は御家人の上位に位置する存在となった。頼綱が、永人元年の平前門の乱で、定時に滅ぼされた後、北条宗方が一時期内官僚の職務を行って、内執権と合した。しかし後に、 加減の乱を起こして宗形が打たれると、頼綱の一族である、長崎高綱が登用されて、内官僚制が復活した。高綱とその子高助は相次いで、内官僚に就任して、貞時の子、北条高時の時代には牽制を振るい、特僧である高時をも凌駕して、先生を敷いた。後醍醐天皇の倒幕運動に参加した、新田義貞らにより、幕府が滅亡すると消滅する。 ありがとうございます。